アレキサンダー・ポープアレキサンダー・ポープは、イギリスの詩人。父は、カトリック教徒のリンネル賞。生来巨弱で学校教育を受けず、独学で古典に親しみ、幼少の頃から詩作を試みた。詩集、牧歌は16歳の時の作という。批評論は、簡潔な格言風の因文で書かれた詩論で、当時の上流階級には、好評を博した。 ホメロスのイーリアスを1715年から1720年に、オデュッセアを1725年から1726年にかけて翻訳し、予約者が役者に6ギニーずつを支払って、出版業者が無償で本を作者に提供し、作者がそれを予約者に渡すという販売法でポープは経済上の独立を得た。同じく1725年に、 シェイクスピア全集を出版、編者としての本文工程は学問的批判を免れなかったものの、序文では作品をゴシック建築に比して古典主義法則に拘束されずに評価した。技巧と絶えざる上卓を胸とする古典主義詩人の典型で簡潔かつ流霊なヒロイックカプレットを完成。そのメイクはシェイクスピアに次いでしばしば引用された。ポープの本業は、 風刺師にあり、神盗人はその傑作とも言われる。その分野では、アーバスノットに与える書、エピローグ、ホラティウスに倣いても永続すべき業績であると、文学史家のレズリー・スティーブンは述べている。評論としては、愚物列伝、人間論があり、後者は、友人のボリングブルックから学んだ、立信論を因文にしたものであった。当代の貴族たちと親しく交際し、 ポープの死の中にもそれらの人々への賛辞が誇りを持って記されている。優雅で感受性にあふれた言葉遣い、遠い即妙の基地、上品な作法は、ジョージ世の宮廷で必要とされた素質であり、ポープの死の特徴でもある。ポープは、イギリス詩人の伝統を、ジョーサー、スペンサー、ジョンダン、ドライデンのような人々の流れとして理解していた。その列に、 シェイクスピアやミルトンが欠けていることは多くを物語っている。ありがとうございます。